オープニングはみんな好きなやつパソコンで作って表示できるんで、トラスト企画でもいけます。トラスト企画さんでもいけます。もううんつもとか GT-R とかね、好きなのできますから。うわかっちょいい。これ何ですか？車好きのみんな集合。一緒に YouTube を盛り上げてくれる車好きの若者を大募集中。誰よりも車に詳しい3度の飯より車、現役の走り屋、 GT-R が好きで仕方ないやつ、マニアックな知識を生かして一緒に働きましょう。あなたのご応募お待ちしています。こんにちは、トラスト企画阿部ちゃんです。花です。さあ花ちゃん、はい、今日も元気に買取車両の紹介をしていこうかなと思うんですけど、はい、今日の車はですね、買取車両ではないんです。ではない。見てくださいよ、この素晴らしい 34GTR、パールですよ、パールの 34GTR、ね、これ買取車両じゃないんですか？買取車両じゃないんです。なんでここにあるんだ？今日なんとゲストに来ていただいておりまして。ゲストがいるんですか？多分ね、この車見たらあれあの車かな思っていただく方いらっしゃるかもしれないんですけど、界隈で有名な、界隈でもしかしたら有名かもしれない、今日はその方のお車を紹介させていただくという内容になってます。はい、はい、なので今日早速ゲストの方お呼びしたいと思いますので、じゃあお願いします。いや、場所開けたのに。ごめんごめん。どうもグリッドレーシングの大谷と申します。準レギュラー？準レギュラーです。準レギュラー。1回目の出演にして。この ER34 のオーナーです。え？ GTR でしょ？いやいや、それがですね。GTR じゃないですか。GTR レプリカですよ。レプリカ。ガチ。そうなんですよ。今日紹介するこちらのグリッドレーシングの大谷さんのお車は、はい、皆さん ER34 に乗っていて、まあ GTR みたいにしたいと思ってる方の。まあすごいいいお手本、究極系じゃないですけど、もうお金いくらつぎ込んだっていうよりかは、まあ、自分で好きな方がこういうふうに GTR 風にしたと、お金はそんなにかからないぞと。ホームセンター、ホームセンターで大丈夫。はい、揃うんですかこれ？まあそのどういうふうに作ってますよというところと、グリッドレーシングの大谷さん自分のところでいろいろ素敵な商品作ったり販売されてたりね、素敵な商品を作ってるんで、販売されてるんだ。この車についてる部分とか紹介しながら、はい、ちょっと車の紹介をさせていただきたいと思うので、はい、まあ今 ER34 に乗ってて、うん、まあ GTR 風にしたい方、はい、憧れてる方、ぜひ最後までご覧ください。お願いします。お願いします。さあじゃあまず、まあ、製品というよりから車をちょっと紹介していただきたいんですけど、これさっき言ってましたけど ER34 なんですか？ ER34 です。本当か？なんかどっからどう見ても GTR にしか見えない。ER34 かもしれない。ER34。そう。良いの方ね。良い方。ちょっと一周見ていいですか？一周、はい、ぐるっと。概要の方。マジか。わかんない。あ、ここにもあるし、スカイラインって。なんかパーツ動向とかじゃなくて、なんか存在が GTR、 雰囲気がね、もう GTR って雰囲気ね、やっぱ雰囲気重要で、すごいな本当に。じゃあちょっと各部お聞きしていいですか？そうですね。これフロント側見るともう本当 GTR にしか見えないっていうか、これバンパーは GTR 用。そうなんです。まあ一緒というか、ニスモさんが出てる、Z チューン。ああ、ニスモのバンパー。だからこの本物の雰囲気なんだ。ただまあ安く済ませるために全部中古なんで。ああ、そこはね、いろいろ使って。すごいね。でも見たことないですね。安物の新品使うよりかは中古の本物。そうですね。でもこの ER34 をこのバンパーつけるって、加工必要ですよね。ここはそうですね。まあちょっと穴広げるぐらいで、基本のレインフォースとか、あれはもう GTR のアルミのやつを使って、レインフォースは GTR の使ってるんですね。で、あとこのボンネットは？気になる。ボンネットもこれはアルミの。あ、GTR 用。あ、やっぱ RP とか見えないとかあったと思うんですけど、すみませんこれ。GT-R の純正、こことここ純正の本物を使ってるから、うん、この雰囲気なんだね。そうですね。ああ、なるほど。大体ほらレプリカっていうかそれ風の人ってここ切れてるじゃないですか。そうですね。ボンネットにこう貼り付けるみたいな、うん、あとなんかこの辺ゴムモールここまで切るとか。ああ、なるほどね。初めて見ましたもん ER34 で Z チューンの、うん、すごいな。こんなちゃんとやってる人なかなかいないですね。ここも本物ですか？それはカーボン、純正基準のカーボンですね。うちで取り扱ってるやつで。お、出ました。あ、出ました。そうだ。出ました。紹介しないといけなかった。はい。ご紹介してください。なんかうちとかどことか言ってますけど。カーボンの純正形状。ほうほうほう。でございます。すげえ。ぴったりついてますね。そうですね。チリは悪くないですね。まあ穴削ったりもできるんで。Vスプ形状。そうです。これちょっとラーメン屋でヒットして割れちゃったんですけど。ここね。まあラーメン屋が悪いですね。ラーメン屋すごいですね。富士スピードウェイよく行くんですけど、まあ230、40キロでもよく安物あるある。そこがバダーンって。あ、ナイス。そのフィッティングすっごいしっかりしてるもん。ほら。車自体ね、車動いちゃうぐらい。バンパーが動くっすか。素晴らしいですね。でもバンパーはちゃんとニスモですからね。そうですね。これは。惜しげもなくこうカットしてるってね、素晴らしい。当時は安かった。あ、当時はね。これだって8万とかだったかな。あ、そうなんだ。当時で8万ってなかなか買えないですけどね。まあ中古で8万のバンパーってやばいですけどね。よく考えると。じゃあ今度は横側。横。見たいんですけど。あれ、これもしかしてこのブレーキ。これもなんですか、これ。ブレンボ。そう、ブレンボ。これなんですか、阿部ちゃんと一緒ですね。あ、僕と一緒の。じゃあこれ34GTR の。34GTR の。へえ。わお。と思いきや Z33 っていう。あ、そうですよ。騙された。Z33 がちょっと安いんですよ。まあ最近ちょっと相場上がってきますけど、2、3年前ならこれいくら3万ぐらいだった。そうですね。3万しないぐらいだったんですけど。でも物同じなんで。一緒でシールも結局変えて一緒だったんで。でもこれディスクは。大きくなってますよね。そうそうそう。なんで世の中ね、8割がでかいのがいいっていう。あ、そうね。大は小がねるという。ホイールはグレネードじゃなくて、これ GT-R 純正ですか？そうです、純正です。だからいいのか。家に4セットあります。4セットも。変態です。変態です。でもこれ見て、このブレーキとのクリアランスやばいっすよ。パツパツ。パツパツ。当たってんじゃねえのぐらいの。ギリギリとかパツパツとか大好きですからね。攻めたい感じなんですね。でもこれやっぱ34純正のホイール使うのはこだわりなんですよね。まあそうですね。レプリカ作りたかったんで、どうしてもここはグレネードじゃダメなんですか。グレネード最近高いんじゃないですか。最近高い。最近高いですよね。あれもうないんだもんね。ない。廃盤なんだ。そっくりなのよ形。昔使ったんですよ。俺も17インチでした。はい。17インチ。スピードメーター狂っちゃうんで、その関係であえて17インチがいいなってやってたんですけど。やっぱこだわりというか、あとブレーキが入んなくなっちゃうんで。ああ、大きい。そうですね、確かに。これ内張りもあれなんだっけ。内張り？インナーフェンダー。フェンダーライナー。最近つけとらん人が多いですけど、なんかここ最近これまた新品で買ってつける人が増えたとか。昔ゴミ箱行きやったんですけど、これトラスト企画でいっぱい買ってもらったんですけど。そうですね、うちで取り扱ってる商品つけるとなんかよりね、本物っぽく見えるんですよ。それがなんかね、ないとなんかちょっとスカスカ感が。さすがに ER34。 いや、これ DNR34。 あ、フェンダー違うもん。フェンダーも、あ、そっか。ヒートガンでちょっと炙りながら変形させてボディ側に合うように。フェンダー側は合うんで。そうなんだ。じゃあフェンダーもこれ GT-R 純正アルミです。アルミフェンダー。やっぱここが3点揃うと違うな。本物って思う。やったんですけどね。この辺ゴンってぶつけたらここがバッバッってました。あれと同じや。ああ、割れちゃったって言って買いました。純正フェンダー。今や高いですよ。今高いです。すごい高い。安かったんで。あとここは？それはうちで以前取り扱ってた。某なんとか社さんの似てる形状、うんもみたいな、うんもみたいなね、書いてあるけどね、別ですから、うんもさんで同形状、まあちょっと寸法がね若干違うぐらいで、その若干の違いでコピー品って言われないっていう。これ今はラインナップしてないんですか？あ、くれって言われれば全然製造できる。問い合わせすれば、問い合わせできれば。すごい。英語で問い合わせいっぱい来ますよ。あ、ほんまですか？もうメールアドレスはここまであとちゃんと概要欄出しますから、ね、ありがとうございます、はい、でこの車で一番気になったのは僕はここなんですよね。ここで分かるケースが多いですもんね。いやほらシュッとしてれば ER34 だって分かるけど、シュッとしてない。これなんか明らかにグラマラスだよね。そうそうそう、もっこりフェンダーじゃない。これも火で炙ったりして、これも火で炙って叩き出して魂の相当綺麗だな。超大変ですよ。板金職人になった方がいいですよ。いや本当この職突き抜けますけどね。これなんですかこれ。 FRP です。 FRP なんですか。そうそうそう。あ、言ってる言ってる。アルミじゃないよって、鉄じゃないよ。でこれどっから FRP なんですか。気になるそれが。僕もわかんないですよ。寒暖差でなんか若干こう変形がするんで、鉄板と FRP の温度差で膨張率変わるんで、多分この辺。予想でこの辺でついでバーってパテ埋めして削って、めちゃくちゃ綺麗じゃない。ともう13年経っててこれですから、なかなかいい職人さんがやってくれたんだろうなって。やっぱ取り付けによってはこうなるんだね。すごい。すごいよね。恒例のチェックしちゃう。あ、これ開くのかきちんと。やばい、どうしよう。そんな台本あったっけ。本番一発なので。お、開くっす。開くっすけど裏側見るとやっぱちょっと FRP が多いんで。あ、全然これすっげえちゃんとこれ埋まってるよ。家具屋さんのヒンジ。そうなんですか。これちゃんと考えられてるんですよね、この動きがね。ちょっと手前にこううーってくるっす。ダブルヒンジどころかね、クワトロヒンジっていうのこれよくわかんない。棚みたいになってるんだ、棚のヒンジ。まあ唯一 GT-R と外見違うのはこのさ、球根の形とかね、この出っ張りないもんね。ワイドなんですよね、GT-R より。ちょっとワイドですね。1センチ2センチぐらい GT-R よりワイドなんで。本当だ。もうでかいと偉いんで。本当はもっとでかくしたかったんですけど、なんかやっぱ全体のバランスっていうのがあるんで。これは ER34 乗ってる人こうしたいんじゃない？いや最近多いですね、鉄板切る人。昔はやっぱ抵抗あるし、なんかここが最終地点だったんですよ、ER34 の人たちって。大体お顔を変えて整形して後ろの羽つけて、でなんかリアバンパーのこの辺ごちゃごちゃやった挙句、ここに行こうか行かないかみたいな。そうそうそう、今もうバーッと切りますから。へえ。最近ちょっと ER34 も高くなってきたんですよ。そうですね。でもこのフェンダーはどこの製品ですかこれ。これは昔自社で扱ってた FRP なんですけど、今はちょっとサイズ大きいんで、ちょっと発送云々が面倒なんでね。昔は楽でしたからね。楽なんですよ。もうせのさんとかね、電話来てって、これいくらだ、これぐらいにしましょうよって、いやもうちょっととかみんないろいろできたんですけどね、今はちょっとできないんで。パッチリ決まっちゃったからね。続いてリアセクション。リアセクションもまた GT-R にしか見えないっていうか、これバンパーは GT-R ですよね。バンパーはそうです、純正です。純正パーツ使わないとこういうとこ出ないですもんね。そうですね、ここ思いました。やっぱ FRP でどうしてもめちゃくちゃ精度良かったらですけど、うねりがね、で職人さんがやっぱり頑張って面出すの大変なんで、純正の中心安い。でもまあ出るんですもんね、トラスが。まずバンパーはねありますから。これリアセクションで自社パーツってあります？大谷さんとこのナンバープレート、これをつけたまさかのここっていうね。このナンバー下の方とかね、カーボンナンバープレートカバー、もう封印ぴったりギリギリになって。そうですね、捕まらないですねこれ。つけて捕まらないですよこれ。これあれば捕まらないです。逃げ切ればいいっていう。逃げ切ればいいです。まあ目つけられますけどね。であとはこのリアディフューザーカバーですね。これは両面テープとビス止め、あとコーティングしてちょっと水入らないようにしてます。あ、これ上から貼るだけだって。上から貼るだけですね。ちょっとヒートガンで炙りながら、こうどうしてもこうね、横長のものってねじれたりするんで、炙りながらつけて。めっちゃいい。じゃあこれ純正バンパーとかに対応ってことですかね。そうです、純正バンパー対応です。これも自社パーツですか？自社パーツ。うわ、すげえ。すげえ。お金さえあればね。僕お金ないんで。あとはこれは？これはもうおもちゃですね。おもちゃ。チタン棒。チタン棒。チタンの棒。チタン棒。そうそうそう。チタン棒ですね。これは売ってるもんじゃないですけど、どうしてもその街乗りとかだったら良かったですけど、サーキット行ってなんか200キロ超えるとこれがなんかこう下がってくるんですよね。風とか。風で。純正品だったら大丈夫なんですけど、アルミなんでどうしても車外の安物のカーボンとかだとこうグーって下がってきて反っちゃうんで。それのまあ補強。そうそう補強で。もうチタン使っちゃうんだ。そんなお金かかってないです。チタンも工場行って。ステン焼いただけなんじゃないですか。ステン破るとこの色になるんです。そう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 。でこのウィングは何ですか？このウィングはカーボンですね。これも自社ですか？自社だったんですけど今はもう制覇して。あらそうなんだ。じゃあヘリテージしましょう。7倍の値段で。今度はちょっとね完全にこれちゃんとほらここのリブまで再現してあって、しかもちゃんと別体なんですねこれ。本当純正形状ですよね。純正形状ですね。ちょっと足長にしてますけど、これ白に塗ればね、本当純正に見える。素晴らしい。ここもちゃんと別パーツなんです。そう、一応羽の角度も変えられます。すげえこだわり満載ですね。こだわりしかないですね。自分が欲しくて工場にお願いして作ったみたいな。もうなかなかそういう人いないですからね。いや、それがね、量産したら元がなんとか取れてプラマイゼロになるんで。プラマイゼロ。そうそうそう。できればプラスに持ってきたいですからね。そうですね。でね、これ今外装紹介したじゃないですか。やっぱり34スカイラインを GT-R 風にする中で、外装だけじゃちょっとどうしようもないとこってあるんですよね。でもこれ外装パーツとしても考えられる部品があるのよ。どういうこと？例えば前から見た時に、このダッシュボードのセンターにある出っ張り、もうもっこりだらけですよねこれ。もっこり、やっぱもっこりしないとやっぱりやばいっすよこれが。あれもか。これ結構重要なんですよ。本来ないはずですもんね。普通の ER34 のターボだと3連もっこりなの。だから3連もっこりの方が偉そうですけど。いやいやちょいもっこり。この何これ台形もっこりなの。実は大谷さんがめちゃくちゃ苦労して開発してすごいパーツがあるので、今から皆さんにお見せします。うわ、見たい。じゃあ、エンジン見ちゃう。そうですね。あれの前にこっちこんなにこだわってたらさ、さすがにエンジンノーマルはないと思うの。おお。ちょっと失礼しまして。じゃじゃーん。あ、もう当たり前に RB26 の世界ですよ。ね。あったしまいですよね。あれ？え、でも見てくださいこれ。RB25。いやこっち。これ25。すごいですね、花ちゃんやっぱ目の付けどころが。やっぱね、こういうのを見て私は25か26か判断してるので。そっか、エンブレムとか数字で判断するみたいですね。逆にそこしか見てない。これどっちですか？これですね、25でございます。25だったんだ。26にしか見えないっていうか、まあメンテナンスで考えて初めはインテークのレイアウトとか変えちゃったんですけど、結局レプリカってなった時に、じゃあヘッドのカバーだけつくんだったらカバーでもつけちゃおうかな。え、これつくもんなんですか？つく、いやもうポンですね。ポンですか？ポンでいいこと聞きました。ポンでついて、ただこのフロントのこのカバーだけは形状違うんで、ここは後ろのプレートとかカバーとか調整して、まあトラスト客さん扱ってると思うんですよ。やっぱりこのカムカバーって大切。カムカバーでもう26に見えるもんね。そうですよね、このレイアウトですもんね。25乗ってる人みんなこれにしたらいいんじゃないの？いやいや、なんかね、いろいろあるらしいんですよやっぱ。あ、そうなんですか。オイルの流れが変わっちゃうって。ブローバー、確かにブローバーこっちです。25はこっちありますからね。25こっちなんですよ。で加速した時やっぱ26だとブローバー入りやすいとか。あ、そういうことか。その辺はこだわりあんまりないんで。ちなみに RB25 のネオの方が後に設計されてるから、やっぱり良くなってんだよね26より。そうですね、まあ。いろいろいいらしい。でもいいじゃないですか、 NVCS ついてるし。あ、トルクモリモリですね。でもよく見るとやっぱこのレイアウト全然違うよね。シングルスロットルだし。っていうか、これサージュタンクプラズママンですか？そうです、プラズママンです。やば。一番そこがやっぱいろんな面で良かったんで、コストもそんな高くないし。あ、プラズママンってそんないくらも安くないですか？まあいくらもしないことですけど。そうなんだ。まあ今変動してるんでね、円が。ああ。なんか最近のチューニング業界大体ね、これ変えるってなるとプラズママンかハイパーチューンか。これここまでこのエンジンルームで一番こだわってるところどこですか？一番こだわってるところ、はい、これあの黒いの、これただのイグニッションコイルじゃないですか。これただのイグニッションコイルと思いきやですね、はい、アウディで採用されているショートタイプのイグニッションコイルです。あの日産車にアウディのコイル使ってるっていうド変態ですからもう訳が分からなくなってきたあのね、大谷さん、まあ、さっき冒頭でも言った通りグリッドレーシングっていうブランドでこういろんな商品作ってるんですけど、はい、やっぱメインというかこう一番売れ筋はイグニッションコイルなんだよね。そうですね、もともとそれがきっかけだったっていうのもあるんで。そうこれ今までも結構いろんな商品ラインナップしてますよね。はい、してます。例えばアウディの R8 のコイルをこうつけれるようにするキットとか、あとメジャーな R35GTR のやつを入れるやつとか。で最近はあの日産純正の、まあ、リプレイスみたいな感じで純正相当のイグニッションコイルみたいなのも、そう阿部ちゃんの裏チャンネルで紹介してくれて。僕も裏チャンネルで。そう。へえ。でもこれ最新版ですもんね。今テスト中らしいですよ。これテスト中です。最新版。あ、テスト中なんだ。やっぱまあ、最終的にはプレート、固定用のプレート作ってってやるんですけど、はい。やっぱトルクは上がりますね。これにすると純正と何が違うんですか？うん、単純に転荷力がやっぱ高くなるんで、燃費もトルクも上がりましたね。いいことだらけ。そう、まあ皆さんがそうなるかわかんないですけど、はい。一応純正 ECU でもテストしながら、あとは今フルコンで、うん、調整しながら。純正 ECU でも効果発揮なんですね。基本そこはちょっとテスト中なんですけど、一応体感はできるんで、最終的にダイナパックとかで測定して数値出したいですけど、 R8 に関しては数字出ましたね。20馬力アップとかで。やばくない？これ交換だけで20馬力です。こういうエンジンの点火系ってもう古いのよ。昔の。そうだから今最新のね。そうこれ楽なんですよ。R35 とかだとコンピューターでその点火のタイミング、ドイルタイムって言って火花を飛ばしてる時間ですよね。とか調整しないといけないんですけど、これに関しては純正 ECU で設定されているドイルタイムが結構いい感じでぴったりなんですよ。調整する必要がない。その辺は調整不要なんだけども、点火力がもう純正の 2、3 倍はあると。やば。でこれもともと R8 だとこのコイルのかさがすごい高くて、多分この辺に来てたと思うんですよね、はい、これつけると。でもこれ今ショートコイルになっていて、蓋がつけれるんですよね。そうです。RB26 のそういう風に改良というか、まあもともとこの既製品でこのサイズのコイルがあったんで、はい、これだとカバーがつけられるし、でネオ6のサージタンクじゃなくて、サージタンクかスロットルがこの上に通ってるタイプも、これだけ短かったら干渉することもなく取り付けできるんで。めっちゃいいじゃん。やっぱ乗ってる人が開発してるから、こういうの欲しいよねっていうのがラインナップしてあるんですよね。まあご自身でサーキット走られてるんで、その辺はもう実証済みっていうね素晴らしいパーツばっかり入ってる。行動だけじゃなくて、サーキットでもちゃんと試すっていうのが、そうです。この間も R's ミーティングでちょっとね、早朝走って。ああそうなんですね。すごい。 R's ミーティングいけますよね、ここまで作ったらねもう門前払いされないですから、ちょっと君ダメみたいな、そういうのないですからでもね、前はねエンブレム貼ってなかったんですよ前のミーティングの時にこっそり貼ってきてた。俺知ってるんですよ。あれじゃ知ってる。バラしちゃった。ね許可証がないとダメって。そうそう、やっぱこれ許可証。でもこれ色違うけどね。ちょっとね。花ちゃんの松田でもこれ貼っときゃね。あるミーティング来れます。いけますかね。いけます。いや無理だと思うけどな。チャンネル登録お願いします。はい、じゃあ今日のメインです。はい。大谷さん、この室内のやばいやつをちょっと皆さんに紹介してあげてください。とんでもないものがあるかもしれないですね。とんでもないもの。ちょっと開けてみましょうか。あ、まず音が違う。音違う。ER34 じゃない。なんで？そう、メーターが変わっとるってやつ。これもしかして GT-R のメーターじゃないですか。そうです。最近うちのメイドインジャパンで自社で作ってる。メーター流用ハーネス。はい。そのハーネスがあれば、あ、ポン付けはできないですか ？ER34 に GTR ポン付けできないんですよ。なんかね、線切ったハッターあるんですけど、もう車体側一切無加工で、ズボって刺してズボって刺してパンってやったらもうこれバッチリ動く。バッチリ動く。素晴らしい。ちゃんと V スペック用のメーターじゃないですかこれ。そうそうそう、なんか回転数がちょっとね見えづらいです。素晴らしい。でもそこじゃないんですよ。今日のメインはそこじゃないよ皆さん。ごめんなさい、そこじゃなかった。そこじゃないんですか？お邪魔します。このね、オープニングはみんな好きなやつパソコンで作って表示できるんで、トラスト企画でもいけます。トラスト企画さんでもいけますもう「とも」とか「GT-R」とかね、好きなのでいきますから。うわ、かっちょいい。え、これ何ですか？すごい。これ違いますね。これ R35GTR ですか？これね、35GTR っぽくなってますね。6連メーター。そう、これがね、今回の目玉でして、このメーターとかを、まるっと大谷さんのグリッドレーシングで作ってるんですよ。まるっと入れる。すごい。で、やっぱさ、34スカイラインを GTR 風にするのに、メーターとかこのモニターがみんな欲しいと思うんですよね。そうですね。ね、実際に外国から来たお客さんで、その ER34 乗ってて 34GTR 風にしたくて MFD 探してわざわざ来店された方もいるぐらいなので、すごい。国内外多分需要はあると思います。で、純正の MFD は中古でも高い。高いですね。ね、しかも物もないし。ない。MFD って皆さん画面の劣化だけでしょって思う方いらっしゃると思うんですけど、実は内部の基板も劣化するんですよね。そうなんですよ。家電みたいなもんがずっと20年もね、車の中に置きっぱなしだったら、そりゃ壊れるわなっていう。で、ここってめちゃくちゃ暑くなるし、室内ですもんね。そういうのを考えると、ここは新しい方がいいでしょうと、中古買うより。で、こういう風に表示できるマルチディスプレイがない。そう、ない。ないはず。ない。フルコンのマルチディスプレイとかありますよ。リンクとか、ハルテックのやつありますけど、それってやっぱコンピューターから導入しないとね、いけないんだけれど、今回この紹介している大谷さんが作ったマルチファンクションディスプレイは、センサーは本当皆さんが知ってるような。センサーを各部に取り付けてもらうと、こういう風に表示される。そうです。よくある車外メーターのこんなちっちゃいセンサーを、もう自分でエンジンの中に入れていただくだけで。で、これ今35分になってるじゃないですか。もう皆さんが欲しいやつに変えてもらえますか？これですね。タッチパネル。タッチパネルです。タッチパネルだ。すごっ。で、G も表示できます。で、これがよく見る。よく見る。よく見るやつ。よく見るやつです。あ、ちょっとね、あ、ちょっと青く見てください。いや、でもみんなこれにしたいのよ。そうですね。ではちょっとこれね、この横のグラフっていうんですか、これの色、バーの色変えれるんですよ。すごい。青色とかにしてみましょうかね。あ、青色になった。本当だ。さらにカスタマイズできる。そうなんですよ。自分のお好み、内装が黄色だったら黄色にもできますし。いいですね。でもこれって要はこのモニター買えばこの表示になるかって言えば違うんですよね。ちゃんとこの34風のプログラムにしてあるっていう。そうですね。もうこれはメーカーさんというか、お付き合いあるメーカーさん、システム会社さんに依頼して、半年1年ぐらい交渉しつつやっと形になったっていう。これが素晴らしいんですよ。みんなこれにしたい。純正の MFD よりいいんじゃないですか？そうですね。34GTR のオーナーさんとかで、結構その MFD 壊れちゃったからって言ってこれに変えていただく方も最近増えてきて、もうレプリカとは言わせないみたいなね。そうですね。進化版だよね。そうですね。もうで、いずれはGTR 専用モデル、GTR 専用モデルと ER34 モデルっていう、もうちゃんと区分けして、フロントトルクとか、あとスロットル解除とか、いろんなGTR だけにしか表示できないものを検討しています。これ次第ですね。これ誰かね、スポンサーでこれいっぱい出してくれりゃもうすぐ作りますからでもこういうのちゃんと自分で企画して作るっていうのは素晴らしいですね。素晴らしいです。すごい。あとシフトノブとか、この革のこういうカーボンパネルとかも全部自社製品。そうですね、これは大ヒットしましたね、結構。僕もつけてます今これはサンプルで、さらに艶消しを強調して、墨入れしたモデルなんですけど、はい、5足、これ花ちゃんよく見るじゃないですか。そうですね、34GTR のボッコを5足モデル、5足表示にしたら、まあ、車検も通るし、フィーリングはもう GTR 変わらない。すごい。はい、ということで、はい、もう最高にこだわりのあるお車今日見せていただいて、なんかついでに宣伝なんかしちゃってねすいませんいや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 、宣伝のための動画なんで、ありがとうございます。見どころたっぷりでしたね。すごいね、これすごい参考になると思うんですよ。ER34 乗ってる人で、まあ、GTR にしたいけど、そこまでこうなんていうんですか、大久保ファクトリーさんが作る、ね、車両のように全部純正パーツ使ってもう600万ですっていうのだと、なかなか予算がね合わないというかない方は、まあ本谷さんの車を参考にしていろいろ。参考になるかな。いや、なるでしょう絶対なりますよ。いやもうね、問い合わせ殺到する気がしますけどね。企画でやりましょうよ。ER34 純正から GTR 側する。ね、ちなみに大谷さん、うちから車も買ってもらってるんですよ。そうなんですか。一回 YouTube で紹介した。そうそう。ズブズブ。実はズブズブ。実はズブズブ。青いちょっとサビがある ENR34。ENR34。まだ英語でね、解説された頃かな。そうそうそう。まだ日本語喋れなかった頃。昔ですね。じゃあその車を使ってね、ちょっと。そうですね。あれ純正からどれぐらいカスタムできるかっていう。そういうのも今後お楽しみにということで。はい。で。今回ね、紹介した大谷さんの車についてたグリッドレーシング製のパーツに関しては、今後トラスト企画の方で取り扱いして販売させていただけるというふうな、今日密約を結びまして密約、まだ密約ですまだはっきりとした値段とか販売方法とか決まってないんですけど、本当素晴らしい商品ラインナップしてるので、ぜひうちでもという形で協力できれば。そう、お互いウィンウィンで。お互いウィンウィンみたいなね。いやでもほら、まだそんなにね、まあ失礼かもしれないですけど、そこまで知名度がね、そんなにあるかと言われればあれだと思うんで、ぜひこの機会で、そうですね、もう視聴者の皆さんにもぜひ知っていただきたいですし、まあぜひね、製品も買っていただいて、そうですね、ウィンウィンになりたいと思ってます。ウィンウィン、はい、お願いします。ぜひよろしくお願いします。34GTR 風にしたくて困ってることとかある方いれば、コメント欄にもね書いてもらって。そうですね、僕聞くんで大谷さんに、それも参考にしてもらって、大谷さん代わりに答えてもらっていいですか。アカウントあげるんで、じゃあトラスト企画さんの商品のリンク貼っとくんで、この品買ったらつきますよ。ああ、なるほど。それだな。フェンダーこれ使ってねみたいなしとくんで、まあ今後もねお付き合いさせていただければと思いますので、ぜひよろしくお願いします。お願いします。で、まあこういう形で、まあ例えば自社の製品ですとか、こう何か作っている皆さんいらして、まあ、デモカーとかある方がいらっしゃいましたら、まあ、こういうふうに動画で紹介したりとか、ね、コラボというか、まあ、弊社でもお取り扱いできる商品だったらぜひお話ししたいというところで、はい、PR の場としてぜひこのチャンネル使っていただきたいと思ってますので、はい、そういうお声掛けも大募集してます。お願いします。下記 LINE までよろしくお願いいたしますじゃあ大谷さん、今日はありがとうございました。ありがとうございます。またこれからもぜひよろしく、ね。はい、あとね、今日通行手形を持ってきた。お通行手形ですか。パスポート必要ですよね。この敷地またぐんならさ、甘いものの一つや二つ持ってこんとって言って、これで花ちゃん言っとった。あ、なるほどね。いつもそうやってます。ありがとうございます。可愛い虫がかぼちゃパイ、可愛い。千葉と言ったらかぼちゃ、ここなんだ。そうなんですね。ありがとうございます。貢ぎ物候補部だけで食べます後で怒られるですね皆さん、また次のビデオでお会いしましょう。バイバーイ。